浅見冷蔵は1890年創業の製氷業。1992年、浅見哲夫がかき氷店を開始。現在は埼玉県秩父地方に、南野町金崎の金崎本店、長泥町長泥にある宝登山道店の2店舗が存在する。宝登山で作られた天然氷を使用していることが特徴。この天然氷を作るため冬場は、 湧き水の源流に近い河野沢地区のふもとで氷を育てている。無添加の天然シロップを使っているのも特徴。浅見冷蔵だからと残道点、浅見冷蔵だからと残道点は優れた景観づくりに貢献したとして2009年度の綾野国景観賞を受賞。浅見冷蔵の氷は山の腐葉土の層を1から2ヶ月間かけて通り露化された伏流水を使用。 ミネラルが豊富で、かすかに甘みもある。バブル期に新規開拓計画で、ゴルフ場の建設が計画されたが、この伏流水を守るため、浅見鉄夫は、農林公社などを奔走し、清流を守り切った。秩父、長泥関東春、出かけよう別釣り特集。朝日新聞、長官、P4、こだわりのかき氷天然氷の旨みと、甘み埼玉、秩父、 朝見冷蔵。朝日新聞、夕刊、P7。皆の、朝見冷蔵の天然氷山見ほのか、埼玉。朝日新聞、長官、P30。その人プラス1。綾の国慶官賞など、受賞の一級建築士、大江博之さん39イコール埼玉。読売新聞、東京長官、P35。命潤う秩父の味支える。福留水イコール埼玉。 読売新聞東京長官 P31 ありがとうございます。